今黒松内町には散策やキャンプ、グリーンツーリズム、そして特産品の買い物など年間におよそ20万人の人が訪れます。黒松内町が従来からの町づくりの目標である定住人口の増加から交流人口の増加へと町づくりの視点を変更した結果でした。およそ20年前のことです。どうしたら交流人口を増やしていけるのか、町の若い職員と町の若い人たちで町づくり推進委員会が組織されました。当時黒松内には釣り人がわずかに訪れる程度でした。一方世間は大型リゾート開発の時代でした。しかし町づくり推進委員会ではゴルフ場もスキー場も観光ホテルも断りました。そうかといって黒松内町には観光の目玉となるような名所も旧跡もありませんでした。それで町づくりっていうのを何かっていうことをまず 何が町づくりなんだっていうことを探し始めたんですよ。町づくりにはやっぱりその一つの地域に根ざしたそのストーリーが必要だって、物語が必要だって、それからお金で買えないものっていうのを大切にするってね、そんないくつかのキーワードが出てきて、それじゃあ我が町の宝探しは何かっていうことで、若見さんたちは町の宝物を1年かけて探しました。そしておよそ20個ほど集まった中から今度は消去法で一つずつ消していきました。最後に残ったのがほとんど人手が入っていない天然のブナ林でした。それはどんなにお金を積んでも手に入らないものでした。勉強を重ねていくうちにいろいろなことが分かってきました。黒松内のブナは世界で一番北にあるブナ林で、学術的にもとても価値の高いものでした。その価値に気づいた先人が随分早い時期に天然記念物に指定しています。ところがそんな貴重なブナ林なのに戦争中と戦後と2度にわたって切り倒されようとしました。その度に先人たちが命がけでこのブナ林を守ってきました。そうした苦労を知るとどうしてもこのブナ林を生かした町づくりをしていきたいという考えが強く湧いてきました。そして1988年昭和63年にブナ北限の里づくり構想を策定しました。いやもう当時はやっぱりあれですよね、実際にこうこれが動き出して、まあ、構想出た時に、まずそれに対して賛同者っていうのはまず皆無でしたよね、そんなことしても人が来るわけがないとか、ブナで人が来るわけがないとか、あるいはそのこういう何もない田舎にね、都市から人が来るわけがないだろうとか。若見さんたちは試みに自然体験事業としてブナウォッチングツアーやブナの里ワンパクツアーなどを計画しました。黒松内を訪れる人が増えてくるとその受け皿が必要になります。使われなくなっていた牧草地を森林公園にして、そこに自然体験のための宿泊施設を建設しました。
などの施設ができてから事業が始まりますが、黒松内町ではまず事業を始めてから後から必要な施設を作っていきました。自然体験のための施設ですから、楽しんでもらいたいのは周りにある豊かな緑です。部屋の中にテレビなどは置いてありません。車で訪れる人のためのオートキャンプ場も整備しました。黒松内は札幌からも室蘭からも函館からも2時間ほどで行ける立地のいい場所にあります。